SNK Heroines Tag Team Frenzy. Story. Member select. Bonjour, mademoiselle. おっと、逃げ出そうとしても無駄だ。 ここは俺様が作り出した精神世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。 ここから逃げ出したくば、 これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カスども。 私は、ここにいる理由がわからない。 状況を確認しなくては。 あなた、そんな格好で何してるの？ 潜入捜査とか？ 潜入捜査？ これは抜き打ちの訓練か？ とすれば、バディが忍者のあなたとは心強い。 ぜひノウハウを学ばせてもらいたい。 まあ、そこまで言うなら仕方ないわね。 潜入といえば、忍者のお箱よね。 大船に乗ったつもりで任せなさい。 あー！<笑> にしても、あの変態にこんなことができるなんてね。驚きだわ。かかってらっしゃい。集え、空を愛する者たちよ。レディーゴー。 報告書に記載しておくわ。 精神を鍛えることは、私の中のオロチの力を制御するために最も大切なこと。
とそうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマッバーザーは我がコレクションとなるのだ。するのかしら。私にこの力があれば日本一の世界を見せてあげられるのに残念だわ。いろいろご存知なのかしら。もっと技の精度を上げないとこの戦いには勝ち抜けない。お父さんごめん。ふん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 、かかってらっしゃい。クーラ頑張る。Ready, go! キングの忍び勝ち。キングの忍び勝ち。
剣。まさに戦場に咲く一輪の花。ありがとう、気持ちが安らいだわ。アンディの精神世界ってどんな風なのかしら。きっと私でいっぱいに違いないわね。全開で行くよ。レディーゴー。必殺しばらし。はっ、ゆえまだまだ三流のようね。戦いに敗れた者たちは一体。ここまでは予定通り。残り2人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。ファイトしてみせる。エクスージョン。敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。泣け、叫べ、震え上がれ、オブミューゼック。自分から目的をバラすなんてやっぱりバカね。精神世界を引きずり込む砂人形、脅威対象と認定。これより対象を殲滅する。かかってらっしゃい。砂丘に没走。レディーゴー。おっ、ダーティー。さあ、おっ、あっ、敵だぞ。Done!
vanish! You win! この世界で俺様が負けるとは、俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。 Congratulations!